同系本部で選挙違反などの事件を担当する捜査二課には、衆議院議員総選挙違反取締本部の看板がかけられました。同系の本部長をトップに、各方面本部と全道の警察署にも設置されています。同系は、明日臨時で全道所長会議を開き、衆院選の取締りへの対応について協議することにしています。 選挙の構成を確保するため、不変不当かつ厳正公平な取り締まりを行ってまいります。警察によりますと、すでに文書の掲示に関する違反を一件確認し、警告を出したということです。